今日はもう目分量でやっちゃいます。これからはい、こういうことでございますね。どうも、深夜1時の酔っ払いです。ということで、私が今日いただくのは超簡単にできるおつまみでございます。なぜこれ選んだかというと、僕がもうこれ以外は無理だと思って、これが4本目ということになります。キャンビニの皿らしきですけどですね、鶏わさ、鶏わさ食べたことあるんですか？ところによるんですけど、湯がいた鶏肉のささみとわさびとかを合わせた料理なんですけど、まあ居酒屋さんでよくありますね。それをですね、なんとこのサラーチキンで作ってしまおうという癒し僕です。そしてこの癒し僕が作るこの鶏わさ、絶対に美味しいし、絶対に皆さんに聞いていただけると思います。やらかしていきたいと思います。リュウジのバズレシピ、まず材料紹介いきますけども、まずサラーチキンです。これはもうセブンイレブンに売ってるやつです。僕セブンイレバーナーなんで。そしてつぼみです。これなんかすげえ見たことあるんだけど全然出てこないんだ。すごく香ばしい香りがするやつ、爽やかな香りがする、薬味とかによく使われる、これが1個です。そして小ネギ、そして本わさびのチューブですね。これね、もうチューブでいいです、これ。そしてポン酢、以上っていうことでいいですか？やっていきたいと思います。まずみょうがを切りましょうか。もう輪切りですね、これね。みょうがはね、ちょっと入れていただきたいなっていうふうに思う。爽やかさが違うんでね、これはね。いいですか、こんな感じで。そしたらサラダチキンでございます。で、これはね、崩していく、素手で。サラダチキンはね、裂けるんで、指でね、指で裂いてくださいね。やっていきたいと思います、これは。そしてこんな感じで裂いてます。はい、上手に裂けました。ということで、切ったみょうがと正しく和えていきます。そして小ネギ、小ネギをまあこれくらいですかね、はい、やっていただいて、そしてわさび5センチね、5センチこれぐらいですかね。そしてポン酢を小さじ1強です。今日はもう目分量でやっちゃいます。これからかな、これもね、あえて混ぜ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 していきます。で、あえてって、にゃんとこれだけ完成でございます。そしたら完成させていきます。じゃあ持っていきたいと思います。じゃあここにもうがっつりこうやって持っちゃっていいんじゃないですかね。はい、こういうことでございますね。ということで、サラチキンで作る鶏わさ、簡単だな。はい、それでできましたので食べていきます。いただきます。いや、やっぱこの低糖質つまみに合わすのはこれでしょ。糖質ゼロビールでございます。じゃあこれぞ、全く罪悪感ゼロの食事を楽しんでいただきます。いや、これね、マジつまみやね、これは。これはね、僕いつもご飯もお酒もいけるって言うんですけど、これに関してはね、つまみ特化型。うん、スライスしたみょうがが効いてますね。そして結構強めたわさび、これわさび好きなのもっといてもいいです。全てが爽やか、うまっ。このサラダチキンで作る超低糖質おつまみ、いかがでしょうか。わさびね、もっと効かせてもいいかもしれないです。あとで追いわさびした時のうまさったらハマらない。うん、これでいいかな。低糖質だ、
つまみと程度さ、お酒飲んだら罪悪感を抱きますね。ぜひ皆さんこの超痩せおつまみ試してみてください。やっぱりね、料理する時はね、やっぱ自分にご褒美を持たなければいけないと思うんですよ。やっぱりね、ご褒美っていうのは何でもお酒であったりとかね、ね、洋服とかそういうのもいいと思いますね。自分を褒めたいですね。だってコンビニです、数百円で料理がね、料理とかおつまみが買える世界ですから、作った自分はね、褒めなきゃいけないです。